渋谷。渋谷。いた。渋谷、違うの？おー、渋谷。どうしよう、お前、渋谷じゃねえだろ、絶対。え？よく見ろ、お前。どうした、軍手はどうした？忘れたから、何もできないと。今は何のご飯が好きなんだ？ご飯、肉だ。やはり肉だよ。牛だ。牛が好きなのか。そうだ。グリーンピースは苦手だ。あ、ちゃんとあれあれですか？ちゃんとチーバマンの、あ、そういうことか。チーバマンだもんな。え、第二形態じゃなくてこの形は。第二形態。あ、まあそういう意味では第二形態かもしれないな。ヤコマンからの。流れで言うと第二形態か、なんか第二形態はなんか味覚が違うみたいな話を第一形態が言ってた気もせんでもないけど、その辺はどういうことか。今後見直そう。まだ後半上がってないからな。辻褄が合わないようだな。千葉マン腹が出てるぞ。千葉マン、そうだ、ヒーローはそうだろう。そうだな。いいぞ千葉マン、さすがだ。おい。千葉マン気を抜くな。腹が出てるぞ。おい千葉マン、出すな。おい。自分のお腹で遊ぶな。チーバにも強い衝撃になるか。あれは別格だ。やっぱりたこ焼きうまいよね。やっぱりたこ焼きは美味しいな。じゃあ、千葉よ。どうした？今日からゴミ拾いしながらちゃんとパトロールのあるもんでる。どうだ？本当だ。パトロールは毎回してるけどさ、これは今日初めて来たの。あ、なるほどなるほど。別にそんなわざわざパトロールですって言わなくていいの。ほら、それが普通だからだ。そうなの、かっこいい。かっこいい。すごいいいもんだな。それにタンクさんの帽子もなんか珍しい帽子かぶってません？なんか。あら？なんですかこれ？お前敏感だな。なんですか？敏感だ。これなんですか？これはプライベートで作った帽子。かっこいい。かっこいいでしょ？かっこいい。ゴールデンウィーク終わったらどうしようかと思ってるじゃん。これ欲しいっていう人出てくるんじゃないですか？お、これで言ったら羨ましい。いや絶対そうですよね。